皆さんこんばんは。モナリザ・クロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて、M ギャラリー第8回目になります。今回のテーマは自由課題ということで作品をいただいております。まずはご覧ください。Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never.いかがだったでしょうか。出展してくださった皆様方には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
それでいつものように、個人的に印象に残った作品について紹介させていただきます。ともともフォトさんの作品でございます。ダンスダンスダンスというタイトルが付けられています。ステージ写真を撮影される場合にはシャッター音が気になられていたということで、ミラーレスになってストレスが減りましたというコメントがございました。この写真はもう完璧な一枚ですね。本当に美しい見事な写真でございます。ありがとうございました。オラヤマッチさんの作品でございます。何でもない日常をクローズアップしてみましたとのことです。確かに何気ない一枚ではございますが、そこにね、奥の深さを感じます。まるでフィルムカメラのような懐かしさも伝わってきます。記憶に残る美しい一枚でございます。ありがとうございました。ショーンさんの作品でございます。振り向かないで大宮の人というタイトルが付けられています。この写真、遠近法を使っていらっしゃいますが、その中心点がかなり低めに設定されてるんですよね。もうそのことによってね、とっても斬新な一枚になっていて、ハッとさせられました。ありがとうございます。金消しさんの作品でございます。なんと、ニコン DF で撮影されたとのことです。ご覧のように、玉ボケを効果的に使用しています。なんとも不思議な一枚なんですよ。で、私は何度も見入ってしまいました。ありがとうございました。よろずフォトさんの作品でございます。平山系の雪景色をバックに早咲きの菜の花を撮影されたとのことでございます。もうこのね、色彩の美しさにね、もう一目惚れしましたね。素敵な一枚だと思います。ありがとうございました。ミッキーさんの作品でございます。ZF ですね。カバーをお探しになられていて、いろいろ考えられた結果として、このグリップ付きのカバーを見つけられ購入されたようです。赤のラインもね、素敵です。またこのね、写真を見るとね、いろんな工夫がされていて、見てるだけで羨ましくなります。ありがとうございました。勝美さんの作品でございます。冬の霧というタイトルが付けられています。自然が作り出す美しい世界、一瞬で消えてしまったりします。場所によって、季節によって、時間帯によって、こういう、もうとっても美しい世界が現れるんですけれども、それを写真として記録していますね。まさに絶景でございます。ありがとうございました。以上でございますが、実は Facebook のグループの方では、ZF の写真が上がってるんですよ。こちらになります。このように、それぞれが工夫されて、自分なりの ZF というものをね、作られているんですね。羨ましいですね。私は
シルバーが出るまで購入しないというお話をしてましたけど、まあ ZF を持ってたら今頃はね、ZF での撮影に熱中していることは間違いないと思いますね。それで次回ですけども、しばらくお休みさせていただいたために、次のテーマは冬だったんですけれども、まあ時期的に見て冬というよりももう春です。ただ冬の写真をもう撮られてる方もいらっしゃると思いますし、今から撮るなら春だろうっていう方もいらっしゃると思いますので、まあ、次は冬、または春の季節感を感じる写真を投稿していただければと思います。3月10日まででございます。で、その次の次ですね、それは自由課題になります。私、感染症に、ね、なってしまったために、今回、皆さん方にご迷惑をおかけしていますが、まあ、そういう中でも、実はこの M ギャラリーをとっても楽しみにしているんですっていう声を何人かの方からいただいております。何より、このギャラリーを見て勉強してるんですっていう方もいらっしゃるんですよね。そういうことを考えると、この M ギャラリーの持つ意味っていうのはすごく大きいなと思っています。これからも続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。今夜もご視聴いただきありがとうございます。